かっこいいね。あのね、世界中でね、こんな格好しとるもんいない。ね。ほいで、こういう服あったんだな。帽子10万円。このシャツが10万円。手作りね。世界に一つだけ。人間はね、マイクロになるとそこにね、酔っ払いがおるんですわ。ね。生活保護の一級の。で、最後のどのつもりはそこの精神障害者のね、時給100円で生活して、時給100円で、1日500円で仕事することになりました、一生。ね。だからそんなもんなんですよ、人間。それとね、俺思うけどね、年金生活ってあるでしょ、70。で、この頃三半規管になんか入り込んで、横になったらね、70の皆さん、聞いとってね、ふわーっとしてね、で、病院行くけど、俺ね、山登って治すわ。ほんで、ガニにもなってもね、でも、おまんこ言うけど、確かにいいな。人生は、ね。だから、俺はね、こうして出会えるからいいんだよ。で、これ言えなかったらね、昨日、こう、ストレスの溜まっとったおっさんってね、気狂ってましたわ。お前がなんとかまで言うて、お前がするから、カカカカカカカ言うて、もう血管切れそうな感じね。だから、じーっと言おるから、姉なんです。で、出とったらこういう何もないでしょ。ね。だから、たまに出なかったらか。ほいで18度になったらしようと思ったら25度になったらしますわ。私は慌ててない。ね。金持ちは慌てない。なんで綺麗な髪してるの。ちょっと声取るけど。余計なこと言わんと。で、いろいろ人間おるね。で、タイプとして俺みたいなおらん。やっぱね、金持ったらね、悪いけどタクシーにしろってね、喫茶店ですること余計あんだで。そこに300円出てるな。まあ以上、そういうことで、バカに物言うても始まらん。